HLN は CNN が運営する24時間ニュース専門チャンネル。1982年1月1日、CNN の第2チャンネル CNN にとして開局。スタジオニュースルームはアトランタの CNN センターにある。1983年から CNN ヘッドラインニュースに解消。親チャンネルにあたる CNN とは違い、30分サイクルで、 一通りのニューススポーツビジネスニュースなどを放送するスタイルをとる。1990年代後半からは放送順を機械が自動的に決定するジュークボックス形式を採用。また画面下部に株価指標やスポーツの結果などを常時表示するという差別化を図る。2001年8月にはロゴの変更とともに分割画面を拡大して情報量を拡充。 リアルニュース、リアルファーストをスローガンに掲げる。2005年には縮小し、画面下にニュースと株価指標を表示するシンプルな2番組のバーのみとなった。2005年2月に番組の再編が行われ、プライムタイムに芸能ニュースや裁判、事件専門の番組などを編成するヘッドラインニュースプライムを開始。パーソナリティを活かす番組作りは視聴者の獲得につながった。 2007年1月、チャンネル名をヘッドラインニュースに変更。2008年には3年ぶりにグラフィックを更新。12月にはこれまでの略称だった HLN を通称名とし、正式ロゴに起用。スローガンをニュースビューズに変更。また、スクロール式だったニュースティッカーを CNN インターナショナルと同じく一行の文章での表示に変更した。 2009年からハイビジョン放送を開始。2011年からレダーボックス放送を開始。2011年は事件、司法番組を追加し、姉妹チャンネルのトゥルーティビーから犯罪ドキュメント番組の購入、K.C. ーーアンソニー裁判による視聴率の上昇など、ヘッドラインプライム以来の事件路線に大きな変化が見られた。週末夜と深夜は、 上記番組の再放送で構成する。カナダや中南米への配信を行うほか、2005年には、香港のケーブル TV 局で同時放送する CNN ヘッドラインニュースチャンネルを開局。このチャンネル自体の海外展開は、これが初めて。1990年代後半までは CNN インターナショナルでも放送されていたが、現在は放送されていない。 日本の NHK が BS1 で放送している。かつては午前、午後、深夜各時間帯で放送枠が設定されていたこともあったが次第に放送の回数や時間は縮小され、2016年4月、現在は HLN 単独の放送枠はない。代わりに2009年4月に開始された CNN スチューデントニュースを平日深夜3時台と15時台に 単独枠で放送している。番組内容の一部は BS1 が放送する報道番組キャッチ。世界のトップニュース国際報道2016の中で扱われることがある。本国でのチャンネル名称変更後もしばらく番組表には昔の名称である CNN ヘッドラインニュースで表記していたが現在では HLN に変更。基本的には 同時通訳付きの録画放送となるが、過去には深夜帯の放送会や、アメリカに関係する重大イベントや事件等の発生時は、生放送で対応することがあった。なおいずれの放送も、スポーツ中継などにより休止になる場合がある。その他日本では、CNNJ、CNNHD の2チャンネルが展開されているが、HLN の番組は原則放送されない。このか。 CNN および CNN インターナショナルの放映権は CNN と提携を結んでいるテレビ朝日にある。ありがとうございます。